ょわそわそわそわ、うず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 、忘れ物ですよ。行ってきますな。チュッ。照れてるご主人様も可愛いですよ。ショコラはご主人様の恋猫ですから。じゃあ気をつけて行ってきますね。ちゃんって店長さんの恋猫だったんですね。あれだけ素直で可愛ければ手も出しちゃうよね。別に照れることないじゃない。猫がパートナーってのも今時珍しくもないんだしね。その反応だと最近のことなの？恋猫になったのは。店長さんがそんな照れ方するの珍しい。じゃあ紅茶おかわりするからお話聞かせてよ。ちょっとの間に油断ならない。一回寝たくらいで猫の全部を手に入れた気になってるとか。まさかご主人がエッチパティシエだとは思わなかった。うん、そもそも私たちという猫がいるのにデレデレと。に誠意を感じないとか。怒ってない。私はいつでも冷静な猫ってしぐれも言ってた。私を差し置いてショコラとイチャイチャな上にショコラを持って遊んでるのが気に入らないだけ。ぷん。意見だと私はアピール。その面倒であしらってる感がまた。
猫パラ。はーい、お任せあれ。私何かエッチな手伝いを強要される予感。おお、ケーキ作り、ついにワンランク上の猫に。でも、なんで私だけ？エロ目的？気に入ってた。反省はしてない。あー、ショコラは多分ノリで作っちゃうもんね。よろしくお願いします、ご主人先生。ニコリ。ご主人、固め、濃いめ、油マシマシね。やったら流行るかもしれない。ナイスアイディア。頑張る。脳ある猫はぎゅうたらなのだよ、ご主人先生。しぐれにも物覚えいいって言われてた。えへん。別にわざわざそんなことも話さないしね。ご主人も他人に突っ込まないタイプだし。私はそういうご主人の距離感嫌いじゃない。猫らしく自由にのんびりマイペースでいられるし。
硬いのとか苦手なくせに。ピタ。
ご主人、なんで私に背中を押し付けてるの？私が？ご主人に？私はいつでもクレバーだってしぐれが。違う、今のはフレーメン反応。フレーメンを超えるフレーメン、それが超フレーメン。違う、決して私は発情期にあらず、その恥ずかしいことを。どうしたの？そんな顔して。バニラ？ショコラ、にゃー、ショコラ、何を、やにゃー、バニラの可愛い声。
夫ですよ、ご主人様。だってバニラも発情期なんだもんね。違う、別に私は猫同士でごまかせるわけないでしょ。ほら、体中からこんなに甘い匂いさせて、ショコラ。それにバニラとはずっと一緒にいるんだから、バニラだってショコラのこと分かったんでしょ。ショコラとご主人様がラブラブしてるの見て、バニラも欲しくなっちゃったんでしょ。違う、別にそんなことじゃなくて。そんな風にごまかしてもダメって言ったばっかりでしょ。ショコラ、いや、ショコラ、ショコラ、した顔してこんなに。ダメ、指動かしちゃ。いつからこんなにしてたの？こんなにしたままで澄まし顔でお店に立ってたのかにゃ。でしょ。本当のこと言わないとやめてあげないんだから。本当のことってご主人、ご主人様に助けを求めちゃダメ。ほら、素直に言わないとバニラも辛いでしょ。素直になれたらショコラとご主人様で可愛がってあげるのに。ショコラとご主人が、ご主人が変なこと言うから、私のこともっと知りたいって、そういう変なこと言うから。バニラってばかわいいにゃー。ご主人様にそんなこと言われてその気になっちゃったんだ。ショコラだって。うん、一緒だね。だからバニラのことよくわかるよ。ショコラ、ご主人様はどうですか。バニラが発情しちゃってるのを見てどうですかってことですよ。ショコラも一緒で、相手がご主人なら
ことも嫌じゃない。ご主人は私なんかでもいいの？私はショコラみたいに可愛くないし。私の面倒もちゃんと見てほしい。ご主人様、ショコラ、ご主人。主人様、ゴロゴロゴロ。ご主人、ショコラ。主人様とバニラとショコラ、みんな大好きでずっと一緒ですね。ご主人様、ショコラも幸せです。ご主人、バニラも今が幸せ。発情期で体調崩すですか？そんなことはないと思いますけれども。現に家の猫たちは元気にやっております。多少は運動などで発散をさせていますけども、そんなことより兄様、今日もこの妹めに愛のささやきを。
私にはそういう愛を嫌いじゃないですが。兄様の愛情表現はたまに激しすぎですね。では次は兄弟の熱烈な口づけを。ちゃんと雨あっての無知なのですよ。こんな可愛い妹の誘いをいつもいつも人間にするなんて。ショコラ、バリラと恋猫になってから少し決めたいのではありませんか。でもショコラもバニラも幸せそうでよかったです。兄様のところに来ることで鈴も持てましたし、それにちゃんと心の方も成長しているようですしね。ちょっと前まではあんな風に身だしなみを気にしたりもしなかったのですが、兄様も現状を悪くは思っていないのでしょう。まあ素直でないこと。ショコラとバニラを受け入れてもらえないのであれば、しぐれが体を張るところでした。妹である前に私も女ですから、兄様の寵愛を受け入れることなど、それはたやすきことです。いつまでも子供扱いして。しぐれは本気ですからね。兄様のためでしたら何でもするのですから。もう兄様、くしゃくしゃしちゃダメですってば。でも兄様の雰囲気がとても優しくなりました。やはり家を出てよかったのでしょうね。しぐれは少しだけ寂しく思いますが、準備完璧、寝癖一つなし。いえいえ、朝から押しかけてしまったのは私の方ですから、今日も一日頑張ってくださいね、兄様。ショコラも行ってきます。また後でね、しぐれちゃん。私も労働してくる。しぐれ、また後で。はい、いってらっしゃいませ。これでいろいろと丸く収まったかな。それにしてもショコラとバニラが兄様の恋猫か。娘に
思い人を取られてしまった気分ね。私も叶わない思いなど諦めて、そろそろ兄離れをしないといけないのかもね。洗濯物でも片付けてあげることにしましょうか。猫パラ